皆さんどうもこんにちは、スカッチです。今週はですね、まぁ、ちょっとしたカメラ雑談をね、していこうかなと思うんですけど、新しいカメラを購入しましたというね、ご報告になります。で、結論からお話しすると、いろいろ悩んだ末に α7C2 をね、今回予約しました。ということで、僕が今回 α7C2 をね、購入しようと思った理由と、まあ、ここいいなと思ったポイント、そして今回は他の機種も比べた上で、α7C2 に最終的にね、決定しましたので、まあ、そういった自分に合ったカメラ選びをするコツについてもね、今回一緒にお話ししていこうかなと思います。それでは今日の動画も早速始めていきましょう。では最初に僕が今現在持っているカメラについてね、事前情報としてお話ししていくんですけど、現在はですね、今撮影している α7-4 のみのね、1台運用となっています。つい先日サブカメラとして使っていた α7C を売却しました。まあその α7C を売却したタイミングで、新しく α7C2 っていうのをね、発表されたので、今回は新しいカメラをね、買い替えようかなというところで現在に至ってます。といった流れから今回新しいカメラ候補ね、いろいろと探してたわけなんですけど、最終的にですね、4つのカメラに絞りました。まず1つ目が α7C2 ですね。まあこれはもともと僕が α7C というカメラを持っていたので、その後継機種が出たら買おうかなと思っていたので、まあ今回最有力候補の、カメラでした。そして2つ目の候補が α7CR ですね。こちらは α7C2 と同時に発表されたコンパクトな高画素機な、フルサイズカメラになります。そして3つ目の候補が α7R5 になります。こちらはですね、2023年のカメラ大賞でグランプリを受賞した、ソニーの α シリーズの中で高画素機のモデルとなっていて、まあ、約1年くらい前に発表されたカメラになります。そして4つ目の候補だったのが FX3 になります。まあ、このカメラはですね、α じゃなくてシネマラインというシリーズになっていて、動画を撮る専用のカメラになるんですけど、まあ、1年ほど前に発売されて、今でもかなり人気のある、そしてかなり高性能な動画専用のカメラになります。この4つのカメラを今回ね、僕購入しようかなと思った候補に挙げてたんですけど、まあ、皆さんもこういった感じでね、カメラいろいろ候補出した上で決められるっていうことは多いんじゃないでしょうか。まあ、そこから僕の選び方の話をしていくんですけど、今回僕はですね、まあ、5つの項目というか5つの手順に沿って、この4つの中から最終的に1つをね、選びました。まあ、そのポイントをですね、今回自分に合ったカメラ選びのコツというね、テーマでお話ししていくんですけど、まず1つ目がですね、使用する用途になります。まあ、これに関してはその新しく購入したカメラをどういった運用方法で使っていきたいかっていう話になるんですけど、まあ、僕は今使っている α7-4 をメイン機とした場合、 α7-4 のサブカメラになるような、機種がいいなと思っていました。で、メインカメラのサブ機ってなると、例えばメインカメラと同じ色味だったりとか、同じセンサーサイズ、そして同じ画像処理エンジン、まあ、このあたりを一緒にしておくことで編集をするときにかなり便利なので、まあ、そう考えると、先ほど候補に上がっていた4つのカメラはこれ全てにね、該当します。 α7-4 と同じフルサイズのセンサーだし、 BeyondXR っていう画像処理エンジンを積んでいます。まあ、もちろん α7R5 とか FX3 というカメラを買った際には、今使っているこの α7-4 っていうのがサブ機に回るような感じになるんですけど、まあ、そういったところも含めて、まずは今回自分の使用用途がメインカメラというよりは、どっちかというともう今持っている α7-4 のサブ機を持ちたいなっていうところで考えていたので、まずこの1つ目の使用用途っていうのを考えていきました。そして2つ目の選定項目なんですけど、写真と動画の比率になります。まあ、これは実際に自分が写真の方を多く撮るのか、それとも動画の方を多く撮るのか、それとも両方ハイブリッドに行きたいのかっていうところで結構カメラ選び変わってくるんですけど、まあ、僕の場合は昨年まですごくね、こう動画を撮る機会の方が多かったんですけど、今年はですね、それが逆転していて、かなりこう写真ですね、静止画を撮るシーンっていうのが多くなってます。で、今僕が行っている動画撮影としては、この YouTube の撮影と、まあ、それをレビューするような作例の動画、まあ、その2つに絞られているので、この時点でね、僕 FX3 を持つと、まあ、宝の持ち腐れになりそうだなっていうことで、この時点でも僕は FX3 じゃないなっていうふうに判断しました。そして続いての選定項目なんですけど、僕次価格で見ました。価格で見た時に α7CR と α7R5、こちらですね、7万円ぐらいの差しかないです。で、具体的な金額を言うと、 α7R5 が47万円前後で、 α7CR が40万円前後なので、まあこの7万円の差をね、どうやって見ていくかっていうのはその人によってまあまちまちだと思うんですけど、 α7R5 は4軸のマルチアングルモニターがついていて、なおかつ 8K 動画が撮影できて、ダブルスロットっていうね、 α7CR と明確なね、こう差っていうの
があるので、まあ、個人的には α7CR に40万円出すんだったら α7R5 に47万円とか出して買った方がいいかなっていうふうには思ってました。そういったふうに価格で見た時に α7CR っていうのは選択肢から外れました。で、残りの α7C2 に関しては実売価格が約26万円前後となっていて、 α7R5 とは約2倍ほどのね、価格差があります。というところで残り α7C2 か α7R5 かっていうね、この2択になったんですけど、皆さんここからどう考えるでしょうか。続いて選定項目4つ目なんですけど、今持ってるこの α7-4 っていうカメラと比べて、その α7-4 に入ってない機能がどれぐらいあるのか、まあ、その α7-4 より勝ってるものがどれぐらいあるのかっていうところで次比較していきました。まあ、そうなってくると両者が共通して α7-4 をね上回っている機能としては、まず1つ目が AI のプロセッシングユニットによるオートフォーカス、そして2つ目が手ブレ補正がより強力になった、まあ、この2点に関しては α7-4 をね両者とも上回ってるかなと思います。そして α7R5 だけにしかないね、 R5 だけが上回ってる機能としては、まず一つは画素数ですね。6100万画素と3300万画素では結構ね大きな違いがあります。2つ目が 8K 動画が撮れるっていうことですね。まあ、これに関してはぶっちゃけ 8K 動画が撮れるカメラっていうのは今あんまりいらないので、まあ、個人的に選定していく中ではあまり影響は受けなかった要素になります。そして3つ目はですね、ファインダーとモニターの解像度がね α7R5 はかなり上回ってるっていうポイントですね。そして最後4つ目が4軸のマルチアングルモニターですね。こちらが α7R5 だけ搭載されていると、まあ、こういった比較になりました。でもう一方の α7C2 だけにしかない機能としては、まずは軽さとコンパクトさ、まあ、軽量感ですね。まあ、これは α7C2 が一番上回ってます。そして2つ目がとにかく新しい新製品だっていうところですね。まあ、この2つのね、メリットっていうのがこの α7C2 にはねあるかなと考えました。まあ、こう考えていった時に、この中で一番欲しい機能としてはやっぱり AI によるオートフォーカスの向上っていうのがね一番 α7-4 を持ってるユーザーからしたら欲しいなと思ったので、まあ、それだったらね、α7C2 でも十分かなっていうふうに思ったので、まあ、この時点で α7C2 にしようかなと思いました。まあ、あとはサブ機としてもし運用するのであれば、やっぱりコンパクトで携帯性がいいカメラがいいなっていうことで、まあ、なおさら、筐体が大きくなるよりも、筐体がちっちゃいね、サブカメラとして α7C2 がね、一番ベストかなと思います。まあ、この時点で α7C2 にほぼしようかなと思ったんですけど、最後5つ目の選定理由としては他に欲しいものがないかっていうのをね確認しました。ってなった時にですね、個人的にやっぱレンズをもうちょっと増やしたいなと思ってます。なので α7R5 ではなくて α7C2 を買うことによって、まあ約20万円ぐらいの差がありますので、その20万円でね他のレンズをね買っていきたいなっていうふうに最終的に落ち着きました。まあ、個人的に欲しいと今思っているのが、タムロンの35-150 の F2 から 2.8 ですね。あとは70-200 の GM2。そして新しく発表されたら、まあ単焦点の GM レンズっていうのがね、欲しいなと思います。まあ、個人的な希望としては 85mmF1.2 とかが出たら、まあそれをね、買う際に当てたいなというふうに思ってます。まあ、それ以外の α7R5 を選ばなかった理由としては、やっぱ高画素機でかなりデータ量が重くなるので、もし α7R5 にした場合は他の周辺機器もね結構買い替えないといけない、もしくは買い足さないといけないなと思ったので、まあ今の自分にとっては α7C2 がね、最も妥当かなと思いました。まあ、皆さんもこうやってカメラを買うときに何種類かこう候補があって、その中から最終的に一つを選ばないといけないっていうシーン結構あると思いますので、まあそういった際にね、今回の話が少しでもね、役立てばいいなと思います。さあ、ということで僕 α7C2 を予約したので、この α7C2 が届いたらね、試していきたいこと、やっていきたいことっていうのをちょこっとね、雑談で話していこうかなと思います。まず一つ目が AI のプロセッシングユニットですね。まあ、これはですね、現在の α7-4 には付いてない機能で、α7-4 ね、今使ってる α7-4 もオートフォーカス結構いいっていう風に言われてたので、そのオートフォーカスをまあ上回ってくるであろうと思うので、まあ、そこね、どれぐらい差があるのか。特に僕、ポートレートとかを結構中心に撮ったりするので、もしかしたら、そのオートフォーカスの性能次第によっては、メインカメラっていうのが α7C2 になっちゃうかもしれないなと思いながら、ちょっとワクワクするポイントではあります。そして2つ目が手ブレ補正ですね。今使ってる α7-4 っていうのは 5.5 段の手ブレ補正だったんですけど、 α7C2 は 7.0 段になってるので、まあこのあたりの手ブレ補正の差っていうのがどれぐらい出るのかっていうのも検証していきたいなと思います。まあその手ブレ補正が結構しっかりしているのであれば、例えば Vlog であったりとか、まあ手持ち撮影とかね、まあそういったところにもちょっと力を加えて今後投稿していきたいなと思うので、その α7C2 の手ブレ補正っていうのも結構楽しみにしてます。そして
して3つ目はですね、発熱の耐性になります。これは一番 α7C2 でね、皆さん気になってるポイントじゃないでしょうか。まあ、どれぐらい発熱して、どれぐらいで電源がシャットダウンしてしまうのかっていうのもしっかり検証していこうかなと思います。まあ、どうしても小さな筐体で、なおかつ性能も上がってるってことで、中のね、こうエンジン系も結構回ってると思うので、個人的にも気になりますし、まあ、長回しがもしできるカメラであれば、なおね、嬉しいなと思います。そして最後4つ目が外観の使いやすさと、まあ、どれぐらいね、こう操作性が向上しているかっていうポイントを確かめたいなと思います。まあ、特に現行の α7C 第1世代で言われていたグリップの握りにくさであったりとか、ファインダーの使いにくさであったりとか、まあ、ああいったところが改善しているということなので、まあ、それがどれぐらい改善しているのかっていうポイントであったりとか、まあ、あとはカスタムボタンが増えているので、そのあたりの操作性、拡張性に関してもね、しっかり検証していこうかなと思います。といったあたりの項目をですね、α7C2 届いたらしっかり検証していこうと思いますのでね、ぜひね、チャンネル登録して、こちらの動画楽しみにしておいてください。さあ、ということで今日はカメラ雑談ということで、新しいカメラ α7C2 を予約しましたというね、報告動画になりました。まあ、今回の α7C2 の購入に関しては、個人的にも結構悩んだ上で、まあ、予約開始とかなり遅れて今更予約したんですけど、まあそのカメラ選びを悩んだっていう過程も含めて、今回皆さんにお伝えしていきました。まあカメラっていうもの自体はやっぱり安いものではないので、皆さんも結構こう慎重にいろいろ選ばれてるんじゃないでしょうか。最初からこのカメラを買うって決まってたらね、まあそれは問題ないんですけど、こうやってね、何種類も候補がある中で、一つだけ決めるっていうことも結構あると思いますので、まあそういった状況になった場合は、ぜひこの動画を参考にしていただいて、例えば使用する用途であったりとか、写真と動画の比率、そして価格であったりとか、今自分の持ってるカメラに入っていない機能、あとはですね、他に買いたいものがないのか、まあ、このあたりの項目についてしっかり吟味した上で、一番ね、今の自分の撮影環境、そして撮影スタイルに合ったカメラをね、選定していただきたいなと思います。α7C2 に関しては届き次第ね、しっかりレビューしていこうと思いますので、そちらもぜひね、お楽しみにしておいてください。ということで今日はこの辺で動画を終わっていきたいと思いますので、最後にこの動画いいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター等の SNS もやってますので、概要欄からぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。